ハーバート・ジャミソンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1896年アテネオリンピックで男子400メートル競争で2位となった。ジャミソンはイリノイ州のピオリアで生まれた。プリンストン大学に在学中の1896年にジャミソンはアテネオリンピックに参加した。しかし彼の得意とした200メートル競争は 当時のオリンピック陸上競技種目には含まれていなかったため400メートル競争への参加を選んだ。予選では56秒8の記録で決勝に進出した。決勝では55秒2でそれまでの自己記録を更新したが優勝したトーマス・バークに約10メートル遅れて2位となった。ジャミソンは1897年にプリンストン大学を卒業し、 同族が経営する農具製造会社に入った。7年後にはピオリアで保険会社を設立し、1938年に死去するまでその仕事を続けたという。第1回アテネオリンピックでは金メダルはなく、優勝者には銀メダル、第2位の選手には銅メダルが贈られていたが、獲得メダルの表示は、便宜上第2回オリンピック以降と同様の表示を用いている。 200メートル競争がオリンピック種目に採用されたのはパリオリンピックからであるアスレチックスアットザ1896ラナサマーゲームズメンズ4 0 0ズ2 0 1 1年4月29日閲覧ありがとうございます